でだから大学の時ちょっと教えて、で大学で そこで働きまくってたんで多分50万ぐらい回ってたんですよ月。あ、なるほど。大学もろくに行かないで、ずっと塾で働いてたから、まあトースゼミですからね行かないといけないですけど、まあ A ですからねあんまもうね引退してるから、俺 B だったかもしれない。行かなすぎてあんま覚えてないけど、基本 A しかあげない先生。全然結構嫌いでした。全然行かなかった。全然行かないから。そうそうそう、ゼミがね、最後のコマで6時に終わるやつ、はい、そこまでいたら塾間に合わないから。ああ、そうか、なるほど、そうですね。で途中で抜けるのまずいでしょ、はい、じゃあ行かないっていう結論がそうそう、だから最後のコマ出なかったです。大学ほとんど行かないで、でもまあまあいろいろ課題なきゃいけなかったから、うん、まあこれは話変わるけど、それはそれでよかったですよね、はい、やっぱ慶応の英文科の地獄の、そうですね、辛かったですからね、昔は本当に。やっぱうんで英語史とかやらされて、なんか最初はふざけんなと思ったんだけど、やっぱ英語史から学ぶものってすごいあって、でまあそこで大学時代の思い出になっちゃう。時代ね、工場やったり、まあ大学もそうですね、工場も働いたことあるんで、もう時間がすごいですよね、あの時間。もう全然ね、時計がもうなんかなんとか理論になるんじゃないかなみたいな。ああ、そうですか。俺高校でバイトしてる人って信用できると思ってて。あ、そうなんですね。なんか人として。もうそう、いやあれは本当なんか。時間が早く過ぎたくない、もう一生長く生きたいと思ったら工場で働けって言ってますから長く感じたいんだったら大丈夫ですかこれあ、やばいかもしれない今このご時世、ね、このご時世です、はい、そうそうそうでもそうそうそう、だからですよ、アンケートの日にどう持ってくるかとか、いろいろ実験したから頑張らなきゃ。頑張りましょう、頑張りましょう、本当に。俺が唯一人生でアンケート勝てないですよ。誰にもアンケート負けたことないんですよ。これで一発ちょっと俺ももう投進行した。本当カス扱いですよ。そうなん。いやもう本当に本当にゾクゾクしたしワクワクしたし、勝った時の快感っていうのは時給7倍ぐらいに跳ね上がって。